こんにちは、ゆるふわです。皆さん、仮想通貨市場大暴落しています。今年最大規模のロスカットが入ったと報道がされています。もうね、今日もコインマーケットキャップを見ながら相場の確認はもちろんなんですけれども、ゆるふわ的なね、戦略についても少しお話ができたらなと思っています。明るいニュースもあります。スターバックスオデッセイが NFT を発売しました。 はい、なんとね、メタマスクで原因不明の大量のイーサリアムが、あの、流出しています。これね、結構ツイッターで、昨日も私お話しさせていただきましたけれども、ツイッターでね、今日も結構トレンドで上がってきています。皆さん メタマスクは本当にネバービンハックで100%ハッキングされない方法があるんです。もうね、私本当にあの皆さんハッキングにあってほしくないので、再三動画をお伝えさせていただいてますし、ツイッターの方でもツイートさせていただいてるんですけれども、あのね、意外とこの動画の再生回数が全然良くないんですよ。なんでなのかなって思いながら、うーんと思いながらね、私もあのすごい試行錯誤しているんですけれども、 あの、メタマスクにある資産ももちろんですし、NFT もちゃんと守れる方法なんです。本当にね、今回、この事件にね、会われて資産を失われてしまった方はもちろんなんですけれども、 今対策としてどういった対策を打てばいいのかとわからない方ね是非私の過去のハッキングに関する動画をあのご視聴いただけるとあのいろんなねアイディアが頭の中に入ってくるかなと思うので是非ご視聴いただけるととても嬉しいです私もね日々ツイッターを見ていて思うんですけれどもなんかもう NFT は守れないだったりとかそのメタマスクにある資産は守れないって思われている方が 見ている限りですよ。私が見ている限りは、ほぼ90%ぐらいな方々がそう思われているみたいで、本当に、 もうねあのねゆるふわファミリーにはもうハッキングにあってほしくないですしなんといってもねクリプトって特にあの稼ぎ方を教えてくれるあのチャンネルだったりとか、まあ、ツイッターのツイートだったりとかっていうのはすごくたくさんあると思います爆撃ですみたいななんですけれどもその稼いだお金をね守るというのが結構 投資でではね私最大のポイントだと思ってるんですよその守り方を教えてくれている人って本当に数少ないんじゃないかなと思っていますしその役目をねゆるふわはやっていきたいなと思っていますなのであの稼ぎ方はもちろんなんですけれども本当に、ね、その稼いだお金を守るという。 ここがね、一番重要なポイントなんだということをね、ぜひ頭の中に入れといていただけるととても嬉しいです。<laughs> はい。今後もね、ゆるふわのチャンネルでは、あのー、 ハッキングに対して、もう初心者の方でも、どんな方でも、あの、今すぐできる対策だったりっていうのも、あの日々のね、動画の中でちらほらお話をさせていただいておりますので、ぜひ、ゆるふわのチャンネル、毎日遊びに来てください。ということで、今日ね、もう最大のロスカット入っている市場を一緒に見ていくとと,ともに、最新のニュースをお届けしていきます。それでは、レッツダー、ゴー <laughs> はい。それではね、一緒にコインマーケットキャップを見ていきましょう。はい。皆さんがご存知の通り、相場がすごい状況になっております。はい。ビットコイン、現在390万円ほどです。 24時間でマイナス3.6%、7日間で約3.99%ということなので、7日間で約4%の下落となりました、今までね、なんかもう本当に上昇トレンドだーみたいな感じだったんですけれども、一気に崩れ落ちてきました、イーサリアムも約26万円ほど、24時間でマイナス5.6%。5. 6 なんですけど、7日間では、まだね、あのプラス1.78%を維持している状況です。そうね、最近ね、その上海のアップデートあってから、すごいイーサリアム、調子良かったんですけれども、ちょっとね、この24時間では、結構な大ダメージを受けている様子がうかがえます。 はい、XRP もね、昨日70円台乗ってたんですけれども、現在67円、24時間でマイナス5.25%、7日間でもマイナス2.09%となっています。うひ はい、私が応援しているポリゴンマティック、現在147円、24時間でマイナス6.03%、7日間でもマイナス1.89%となっています、結構暴落してますね。はいソラナナナも現在円24時間で7日間ででママイイスス日 って言います。ソラノもだいぶ来てますね。はい、ポルカドットもだいぶ来てます。900円台乗ってたんですけれども外れましたね。もう864円となっています。24時間でマイナス5.92%、7日間でもマイナス0.33%となっています。うひょーもう全部ほぼほぼ5%。 平均5%ぐらい下がっているイメージですね、ステーブルコイン以外は。はい私が注目しているアバランチ、現在2588円、24時間でなんと約8%の下落なんですけれども、結構調子が良かったので、7日間ではまだプラス3.64%を維持している状況です。 はい、コスモス。コスモスも、えっと、現在1623円。えっと、24時間でマイナス2.06%。7日間では、まだ強い。ほぼ6%ですね。7日間ではまだほ、6%、プラスの6%を維持している状況です。いやー、コスモス強いですね。はい、そして最近注目している DYDX を追っていきましょう。多分ね、時価総額ランキング。 はい。時価総額ランキング DYDX 引き続き93位です。現在の価格が380円。わーお !24 時間ですごい、ほぼ8%の下落ですね。なんですけれども、結構上げてたので、7日間で見たときは、まだプラス14.36%を維持しています。ちょっとね、24時間で見たときは、うひょーっていう、 あの、下落率にはなってるんですけれども、7日間で見たときは、まだ比較的プラスが維持されているトークンが多いのではないかなと見受けています。はい、それでは注目のトークンを見ていきましょう。はい、まとめて見ていきたいと思います。はい、人気急上昇、アービトラム、204円になってますね。わー、結構ですね。24時間でマイナス8%。 なんですけど、私がね、先週、先々週ぐらい、アービトラム見てたとき、160円ぐらいだったので、まあ、まだ200円台、あ、200円台いるんだっていう気分に私はなってます。はい。次にビ、ビットコイン、ビットコイン入ってきちゃいましたね。389万円、24時間でマイナス4%となっています。うひょー。価格上昇ランキングですね。 8位までしかいないですし、ほぼほぼ、あの、下の方はステーブルコインになってますね。はい。そして、最大の価格下落ランキング。はい。こちらがね、最大の、えっと、価格下落ランキングとなっています。ライトコイン来ましたね。ほぼ10%の下落。そして、アプトス、8.67%の下落。 ファントム、マイナス8.2%の下落。アバランチ、マイナス8%の下落。DYDX もほぼ8%の下落ですね。うひょーという感じです。でね、あの、この間、あの、アフターパーティー参加させていただいたワンインチさんですね。ワンインチもマイナス7.8%の下落となっています。ううううう下落がすごい ちょっとね、あのー、もうね、皆さんすでにあの、いろんなニュースをね、あの、拝見されているかと思うんですけれども、あの、6月の中旬、下旬ぐらいに最大の、あのー、相場の下落が起こるのではないかというニュース、まあそういう噂話みたいのがあったりするんですね。なので、ちょっと私もすごく警戒してるんですけれども、 あの、今回そのイーサーグローバルでいろんな方とお話しさせていただいて、まあ特にね、そのインベスターの方とかともお話をさせていただいたんですけれども、本当にね、彼らの仕込み時というのはすごいプロフェッショナルだなと感じました。なので、あの、こういったね、あの、最大のね、今年最大のロスカットが入っている、 この時にね、あのー、皆さんがね、どういうふうに仕込んでいくのかというのが結構、あの、肝になるのではないかなと思っています。で、あの、ゆるふわのチャンネルでは、もう日々ね、こうって、こうやってコインマーケットキャップの相場を見ながら、あの、価格の変動について、あの、いつもお伝えをさせていただいてるんですけれども、その、3万ドル達成した時も、あの、させていただいておりますし、 本当にあの1万6000ドルとかを推移してたね、横ばいの時期も配信させていただいておりました。なので、ゆるふわのチャンネル見てくださっている方は、もう大体そのクリプトのね、その大体の相場が、まあどれぐらいの価格までね、値動きというか値幅があってというのを理解している方が多いのではないかなと思います。これは私、あのゆるふわ的、個人的な戦略なんですけれども、こういった時って、 本当にあ自分が気になっているトークン、うんと、自分が気になっているトークンがありますと、まあ、例えば、まあ、私だったら、あのー、普段からお伝えさせていただいているアバランチコスモス DYDX さんだったりとかあるんですけれども、まあ、他にもたくさんあるんですけど、まあ、こういった、ね、あの配信、あのこうやって気になっているトークンがありますと、でその相場状況を見て、差し値で入れとくんですよ。なんですけど、その差し値はもう本当に自分があ この価格で買えたらすごくラッキーだなっていう価格でとりあえず入れとくんです。だって今もうどこまで下がるかわからない状況じゃないですか。なのでまあその価格で拾え,拾えたらなんかすごいスーパーラッキーだよねみたいな。 っていうところにでで入れとくんですよ、まあ、それがねその拾えたらスーパーラッキーっていう気分になりますしそれがもし拾えなかったとしてもまた新しい戦略を練っていけばいい話なのでとりあえず気になっているトークンのそのもう多分大体の値動きとか値幅が分かっていると思うのでスーパーラッキーだなと思えるところに指値で注文を入れておくことをあのゆるふわ的にはおすすめをしていますしまあ私の戦略 戦略はそんな感じです。うん、今ねだって本当に何が起こるかわからない状況なのでこれからその初めにお話しさせていただきましたけれども6月中旬ぐらいまでにかそれぐらいなのかわからないですけれども今年最大の暴落があるのではないかと予言とか噂というのか何 <laughs> てね説明すればいいかわからないですけど本当にそういった情報が流れてきているのでそう。 必ず余剰資金で行ってください。必ず余剰資金。もうね、クリプトは必ず余剰資金です。そう。そこだけは、あの、お願いします。はい。まあね、ゆるふわ的な、まあそんなね、あの、投資の戦略もあるんだということでね、一つのアイディアとして、あの、頭の中に入れといていただければなと思います。はい。ということで、今日の、あの、仮想通貨の相場を一緒に確認をさせていただきました。それでは、なんですけれども、 昨日もお伝えをさせていただきましたが、メタマスクで原因不明の仮想通貨の流出がもう本当に噂になっていますし、あの起こっています。で、これにあのメタマスクがコメントをしていて、ウォレットからの仮想通貨資産の大量流出が、メタマスクの脆弱性によるものだと報じられているが、これは誤りであると説明を行っているんですね。 おっとおっとおっとっていう感じじゃないですか。で、えっ、ー、とね、2022年の12月以降に11以上のチェーンで5000以上のイーサと未知数のトークン、NFT、コインが流出したと,ということで、まだ誰もね、原因を特定できていないということなんですね。ツイッターのツイート見させていただいて。 とやっぱりそのメタマスクからの,その資産を移動させている方が大半なんですね。そそしてその NFT でどうしたらいいのと NFT はもう諦めるしかない守れないよっていうツイートされている方見かけたんですけれどもいやいやいや,いやレッジャーに移動させてくださいって思ったんですよレッジャー NFT の保管もできますそしてレッジャーはもう私ねあのパリの本社にもお伺いさせていただいております Never been h u g g ですよ これはもう、この業界にね、レッチャーがすいません。何年ぐらいいるのか分からないですけれども、ハードウェアウォレットで世界ナンバーワンのシェアを誇っています。そこがですよ、ネバービンハックルっていうことなので、私はね、結構信用しています。そしてね、あのー、まあ私自身がね、その本社に行って、直接あのオフィスも拝見して、直接ね、そこの担当の方と、あのー、お話しさせていただいた経緯があるという、まあそう、個人的なその信用、 心というか,なんかそういったのもあるかもしれないんですけれどもでも言えるのはネバービンハックで一回もハッキングにあったことがないなのでもうね NFT 守れないよとかそういうこと思わないでくださいとにかくもうそのバイビットだったり OKX、OK、とかまあそういった取引所にねトークンをあの送金されることももちろんなんですけれどもそのハードウェアウォレットに一回入れるもしくはそのハードウェアウォレットとメタマスクをつなげる。 接続するそういったことをねちゃんと行っていただきたいなと思いますもうねゆるふはね結構ハッキング対策に関する情報を配信させていただいてるんですけれども皆さん本当にね稼ぐことに頭がいっぱいすぎて守ってないんですよねそこがねちょっとねあの悲しいなというかもう本当に本当に投資で一番大事なんですよ守りって本当に重要でそう なんですけど、クリプト、クリプトはね、特にね、その稼ぐんだ、儲けるんだ、みたいなお話が多い、あの、業界になっているので、もうぜひね、これを機会にどうやって守れるのか、どういうふうにすれば、あの、対策が練られるのかというのをね、私の過去の動画を、あの、ご視聴いただいて、ちょっとでもね、あの、お助けになれればなと思っています。 はい。それでは次、スターバックス NFT! はい、今回ね、結構ね、あの、日本時間の朝早朝にね、あの、スタートがされたということで、結構ね、それ、それに向けてね、こうやってね、ボタンを押すタイミングをね、待ち構えていた方も多いのではないかなと思います。今回なんですけれども、アメリカの大手コーヒーチェーンのスターバックスが提供する NFT など、Web3 技術を活用したメンバーシッププログラム、スターバックスオデッセイにて19日、スターバックス現 NFT が1000ドル日本円で約13万5000円で売買されましたでこちらなんですけれども1000ドルってむちゃくちゃゃく高いいなと思いますよね今回その1000ドルで売買された NFT は「ホリデーチェアーエディション1スタンプ」 ということで、<laughs> 合ってるよね、読み方。発音間違ってたらごめんなさい。で、限定5000個のものなんですね。で、現在、シアトルにある第1号店をモチーフにした、ファーストストアコレクションなど、全6種類の NFT スタンプは、これに関しては100ドルでの販売がされています。これ、ね、正式には、99. 何ドルとかだったんですけど、そう、ぐらいであの販売化されてるんですね。なので、え、1000ドルめちゃくちゃ高いなって思われた方は、この6種類の NFT スタンプあの、100ドルのやつもね、あ,のあるんだなというのであのあの、もしね、興味があれば見てみてください。で、今回のこのね、あのスターバックスオデッセイなんですけれども、ブロックチェーンはポリゴンを採用しています。 ここもポリゴンなんです。インスタグラムもポリゴン。はい。ということでね。そして、ここなんですけれども、スターバックスね。どんないう、その NFT を持ったことで、どんな、あの、特典がもらえるのって思いますよね。はい。ちょっと見ていきましょう。今回なんですけれども、NFT を所有すると、NFT アートが入って、 そのタンブラーだったりとかもしくは30日間毎日無料の店内ドリンクを選択できる、あのー、そういったこともあるみたいなんですね。でユーザーはそのスターバックスのコンテンツを操作したり店内で飲み物などその食べ物だったりっていうのを購入したりすることって で、そのアプリ内で目標を達成することでポイントを獲得できるということなんですね。なので何て言うんですかね。その nft を持っていることで、その今までのスターバックスのポイントよりなんかよりいいより。 上のサービスを受けられるようなイメージなのかなと思いました。すごくないですか ?30 日間、毎日無料で店内のドリンクを選択するサービスってやばすぎませんかこれはなので、あの、スターバックスをね、日々愛用される方とかには、すごい持ってこいなのではないかなと思います。今回、あの、先ほどね、すごいは1000ドルかって思った、あの、NFT なんですけれども、セカンダリマーケットプレイスを通じて、 販売直後に多分その売った方がいるんでしょうね。その価格が2008、2085ドルで、あの、まあ言ったら倍ですよね。倍で売買されていたということなんですけれども、現在は落ち着いて1050ドルほどで、そのセカンダリーマーケットプレイスで販売がされているということです。なんかね、NFT って聞くとなんかすごい、あの、買って、 売れればあの利益が得られるっていうのがねあるんですけれども結構ねもう現在ではもうほぼほぼあの1000ドルになってきてしまっているのでもうこれはねスピード感だなというのがねここを見ていただければ感じていただけるかなと思います <laughs> そしてねあのスターマックスの NFT はこれまでに 100万ドル以上の取引高を生み出しているということなので、これからもね、あの、いろんな、その、NS、NFT、NFT だけではないと思うんですけど、まあ、Web3 に関するいろんなことを、まあ、スターバックス行っていくと思うので、このゆるふわのチャンネルでも情報を追っていきたいなと思います。 はい、みんななが大好きススターバックスですからね、はい、それでは次なんですけども、はい、テスラがねなんと2023年第1四半期にビットコインは売却していないということを、ね、発表しましたえー、売却してなかったんだっていう感じですよねすごいすごいテスラののビットコインの評価,価格は ビットコインが3ヶ月前の1万6500ドルから第1四半期の終わりに約2万8500ドルに上昇したにもかかわらず、欲張りのままでしたと、テスラが保有するビットコインに変更を加えなかったのは3四半期連続ですということでね、保有し続けているということが報じられています。 はい。で、現在なんですけれども、テスラは2021年に15億ドルのビットコインを取得し、2023年2月の時点で9700ビットコインを所有していましたということでね。うひょうみたいな9700ビットコインを所有しているんですよ。2月の時点で、もしかしたら買い足しているかもしれないですし。そう。とりあえず、ホールドしているということでね。まあね、ここのね。 テスラが売る日が来るのかそのままねもう何年もホールドしている状況になるのかどうかね市場に大きく関わってくると思うので。 はい。こちらもね、注目して見ていきたいなと思いますし、もうイーロンマスクさんのね、言ったことで、もう相場がガラッと変わってくるので、ぜひね、あの、気になる方は、イーロンマスクさんのツイッターフォローしてね、随時情報を追っていかれることもお勧すすめいたします。もう、同時コインとかはね、もう本当にね、あの、イーロンマスクさんに左右されてますから、本当に、あの、情報を追っていってください。 はい。ということで、もう今年最大のロスカットが入ったニュース。そしてメタマスクで原因不明の5000イーサだったり、まあ5000イーサ以上、そして NFT がね、あの流出しているというニュース。そして明るいニュースといえば、あのスターバックスの NFT のニュースですね。もうお送りさせていただきました。 もうね、ゆるふわのチャンネルでは、もう初心者の方にも必ず気をつけていただきたいポイントをね、つど毎日の動画で配信をさせていただいておりますし、過去の動画でね、詳しくあの設定の方法だったりというのもお伝えをさせていただいております。 なので、再生回数めちゃくちゃ少ないんですけど、個人的にはすごく重要な動画だと思って配信をさせていただいておりますので、もう本当にね、1.75倍速、2倍速でもう聞き流しでもいいです。聞き流していただいて、本当に必要ないなと思ったら、もうそれはそれで結構なので、とりあえず、 耳だけで聞くでもいいですし、土日にね、なんかちょっと、あの、ご飯食べながらテレビ見るんじゃなくて、ちょっと、あの、どういったことゆるふわが話してるんだろうっていうのをね、聞くっていうのも、あの、お願いできたらなと思っています。明日ね、ハッピーフライデーですね。ゆるふわファミリーみんなでハッピーフライデーを過ごしていきましょう。今日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。See you! <laughs>